鈴木博氏は、日本の政治運動家。社団法人日英協会就寝会員等。東京市本郷区出身。慶応大学文学部卒業後、スタンフォード大学、プリガムヤング大学、コロンビア大学に留学。敗戦直後に、香港で、合衆軍の戦犯法廷で通訳を務めたのをはじめ、新中埋陸軍、八和製鉄、三菱霊園。 日光証券、大日本人気化学工業勤務を経て、東京外国語大学、日本大学講師。片山明の影響を受け、1969年の第32回衆議院議員総選挙から、旺盛な選挙闘争に着手。主要公約は諸外国との友好、教育の充実、未成年労働者への非課税、交通網の整備、少数意見の尊重。 清潔な選挙など、実直な人柄を忍ばせる、常識的なもので、諸派候補の中にあって、毎回上位で検討したが、立候補したすべての国政選挙で落選し、協託金を募集された。政権放送には淡い色のスーツを身につけて臨む、ことが多く、冒頭にて、前回立候補時の獲得票に対し、投票者への感謝と礼を申し述べることを常とした。 他の候補者のように力んだり、感情的になることもなく、淡々とした語り口で、自らの政権を述べていた。本土復帰後の沖縄県の公共交通整備が、立ち遅れているとして、県内への鉄道再付設などを主張していた。選挙の歩み第9号横浜市選挙管理委員会、1980年、37ページ。ありがとうございます。